ははい皆さんこんこにちは関本健太郎のセカンドライフですまあ日本シリーズ真、ま、っただ中でねタイガースオリックスともに1勝1敗というところで、えー、第3戦に向かうわけですけども第2戦でねちょっと皆様からも、えー、質問がありましたワンプレーがありました、えー、初回ですね、えー、森選手が一塁線に放ったゴロに対してどういうことなのっていうようなね、えー、プレーがあったので、えー、ご説明します。 あのこういう、ね、ルールが分かりませんとか、まあ、それ以外の、ね、質問もどんどんお寄せいただいたら答えれる範囲で答えていきたいなと思います。で昨日はね森選手が一塁ベース前ですね一塁ベースとホームベースの間というかホームベース寄りで大山選手が取った補給したで。大山選手は えー、自分の前にいる、えー、球審ですねホームベースの審判がフェアという判定があったのでセカンドに投げてゲッツーが完成したように見えたんですけども打った森選手は自分の目の前の一塁ベースの審判がねファールというジャッジだったので走るのをやめたというところで、えー、ちょっと、えーまあ、もつれたというか、えー、岡田監督からの抗議もあり。 審判が集まっったたというプレーだったんで実、ねえー、と通常ね、えー、ベースよりホームベース側で取ったボールに関しては球審、えー、ホームベースの審判がああのファールかフェアかっていうのをジャッジするんですね。で昨日の場合で言うとファーストベースより後ろで取ったら累審がジャッジするっていうのが一応一般的には決まってます。 で昨日に関しては、えー、ベースより前で取ったので球審の、えー、判断を優先されるというところなんですけども一塁審審判と球審が別々のジジャッジを下したただから揉めたんですよねでここで、えー、一応公認野球規則ではベースより前は球審ベースより後ろは塁、えー、審というのは決まりがあるんですけどもう一個審判の、えー 競技についいてて公認野球規則っていうのがあるんですね。でそれに対してそれで言うとまあ簡単に説明すると一つのプレー昨日のね一つのプレーに対して2人以上の審判が食い違った、えー、ジャッジをしたっていうことに対して球審がみんな審判みんなを集めて協議することができるんですよ。で協議、えー、した結果 えーえー、通常であれば球審が、えー、みんなの話をまとめた上で、えー、じゃあどれが一番正しいジャッジやったのかっていうのを決めるんですけども昨日の場合は当事者なんですよ球審が当事者で一塁審判と球審のジャッジが食い違ったっていうことなんで昨日に関しては責任審判って言われるね1試合の中で責任審判っていう、えー、のがいるんですけども昨日の場合はレフトの先進の島田さんが。 えー、責任審判だったんですねでみんなで協議して結果的に誰が一番正しい位置で見てたのか一番ジャッジが正しかったのは誰だったのかっていうのを責任審判のレフトの先進がみんなの話を総合した結果誰が一番正しかったかっていうのを判断して、えー、ファールというジャッジに、えー、したんですねで。岡田監督はおそらくなんでレフトの審判が 一塁戦のファールフェアが分かんねえっていうことを言いたかったなと思うんですけど、一応ルールではこうなってます。で実際僕はあのテレビで見てもファールだったと思います。ただそのそこでね、えー、どういう行きさつでじゃあレフトの審判がっていうのをまあその時に多分説明はなかったんだと思うんですけども、協議する審判で協議して決定したことはもう最終っていうのがルールに明確に書いてある。だからもうそれ以上、えー、抗議しても覆ることがないというのが。 ル、えー、ルールなんですね、えー、僕もねなかなか、あのー、先進って言ってね、えー、内野の審判以外の審判がつくだから審判が6人いるっていうこともうあまり慣れないというかねこういう日本シリーズならではのことなんですけど、えー、内情心情的にはああいうファールフェアのところって、あのー、ビデオ判定したらいいのになって思うんですけども一応ルールの中ではそういうふうに決まってます。 まああの簡単に言いましたけど一応まあおさらいとしてはベースより前は球審がジャッジするベースより後ろは先進がジャッジするで集まりまりしょうでそこで、えー、競技した結果を責任審判ね昨日の場合だったら先進になりますけど責任審判がみんなの話を総合的に聞いて、えー、判断するっていうルールがあります。以上昨日のプレーに対する、えー、見解でした。 えー、この動画が良かった方はチャンネル登録、えー、そしてグッドボタン高評価、えー、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね